一体何のことなんだ？もしかして何か面白いことでもやるんじゃないのか？時間があったら教練員に行って聞いてみようぜ。皆さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。なんだ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。皆さんがお待ちです。遅い。属性を見下ろせ。ついてこいなんて言ってないよ。みんな早いな。でもなんで誰も喋ってないんだ？すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。大丈夫なのかよ。いい度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。オイラまで金。皆さん、やっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。あ、ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。オイラちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと私も少し心配です。でもあなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアール村に残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。
そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。です。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。天へと前。ラジャ、行けると思う。じゃあ準備してくる。ああ。アルハイゼン、別れの挨拶は済んだのか。おう、キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ、だがもう一度言っておく必要があると思う。これからの計画はおままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか。コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば、前線で戦う者もいる。うん、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの分弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ、比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。それに学者も危険な職業だよな。っておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校の奴らがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かな者から見れば賢い者は皆イカれている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキングデシレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに、そうか、悪くない記憶力だ。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐。でも地域とか砂嵐とかの原因って世界中が病気になったからじゃなかったのか。ティナリはそう言ってたけど。あ、もしかして君もたどり着いたか。世界中が病気になった原因は近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう、大変だぞ。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか。お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか。どうやらクラクサナリデビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。ふん。目的を遂行するために俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ。
エルマイト旅団の拠点へ。属性をミオラさん。揃っているみたいだ。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、初期官と旅人。進捗はどうだ。ああ、初期官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。 お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか。ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか。それはいい、信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか。そうだ。おいら君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえる。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これって読んでみろ。もういいぞ。頭は痛くないか。ただの記録だ、問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ、さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意した。オイラたちの。忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポート。そのまま年月を重ねた君は、何って、指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ。こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それこいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか。さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。ちょっとしたこと。アーカー社端末に少々細工する。天へと前。計画はそうと決まってただろう。
なんだって急に後戻りするんだ。やり方が過激すぎる。犠牲が出る可能性が高い。よく考えたが、やはり納得できない。だが、これが現時点で成功率の最も高い計画だ。マハマトラであったお前なら、長い目で見るべきじゃないのか。確かにメリットは見えた。だからこそ、その裏にあるリスクもよく分かっている。アルハイゼンの計画は、俺が思っている以上に過激。え、お前たち、なんで喧嘩してるんだよ。友よ、セノを説得してくれ。こいつ、俺たちの計画に反対してるんだ。会議ではまず解決策をみんなで見出し、具体的な実行については現地の環境を最もよく知るお前たちに任せると決めたはずだ。だがお前は直接アルハイゼンに助言をもらいに行った。アルハイゼンがこんな助言をすると知っていれば最初から反対していた。俺たちがもう仲間だってことは分かってるだろ。傭兵は互いの友情を大切にするが、犠牲も恐れない。そうだな。だが残念ながら今回に限ってはお前たちの理念を認められない。お前は砂漠をよく知っているようだな、旅人パイモン。このことはお前たちも知っておくべきだ。ラフマンの提案は、俺がマハマトラとしてキャラバン宿駅の衛兵と手を組んでこいつらを捕まえ、スメールシティまで応送するというものだ。待てよ、衛兵と手を組むっていうのか。忘れたか、俺たちはあの壁を簡単には越えられないんだ。キャラバン宿駅が未登録のエルマイト旅団のメンバーを、俺の提案なら疑いも晴らせるし、一度で多くの人をシティに送れる。なるほど、お前にこれを提案した奴もそう言っていたようだな。これがどんなに危ないかアルハイゼンは知ってるだろう。あ、もちろん。だから奴はこうも言ってた。安全かつ確実な方法など存在しない。しかし計画を完成させることだけを考えるなら、この方法は見込みがある。それにマハマトラのセノと旅人が協力してくれれば計画の成功率はかなり上がるとさ。俺は人を盲目的に信用しない。何しろ俺は人を見る目があるからな。俺一人で捕獲を実行するならば、お前たちに怪我をさせないよう力をコントロールできる。だがキャラバン宿駅の衛兵もそうしてくれるとは限らない。よりリアルに演出するためにお前たちは少なからず抵抗するはずだ。その時怪我や犠牲は避けられない。敵ならここでくたばってくれても構わないが、お前たちは仲間だ。こちらの陣営がそのような損耗をするのには反対だ。まさかマハマトラ様が俺たちの安否を気にしてくださるとはな。殺し合いの日々を送ってきたが、お前のような奴はあまり見たことがない。俺は仲間に対して常に尊敬と誠意を持って接しているから、こういう重要なことは絶対にはっきり教えてやるんだ。これじゃ逆に俺の立つ瀬がないじゃないか。なあ、オイラたちも何かしようぜ。そう言うと思った。オイラたちが仲間を少しでも多く倒せば、衛兵が手を出すチャンスは減るだろう。たとえ少ししか役に立たなくても。セノ、兄弟たちを代表してお前の行為に礼を言うよ。だが犠牲を恐れないのは勝利のもたらす利益を求めるからだ。俺たちの大きな願望をサポートしてくれ。これが砂漠の民のガッツなのかもしれんな。お前がそこまで言うなら俺も反論できない。ただ絶対に心に留めておいてくれ。計画通りに行動しろ。常軌を逸するようなことはするな。キャンディスの言ったように、計画を成功させるには身の安全が第一だ。お互いにこの作戦の意義を認めたからには、創新の信者とキング・デシェルトの信者の間に隔たりがあってはならない。
全ての命が大事なんだ。わかった。約束しよう。この願望のために行動スタートだ。衛兵たちは通常隣の中庭に駐屯している。ダイマハマドラ様、どうしてこんなところに。隠密行動中だ。大規模な犯罪組織を逮捕するために兵を率いてきた。教令院の隠密行動指導条例に基づき、キャラバン宿駅側にも協力を願う権利を持っている。もちろん、もちろんです。瀬野様の命令は教令院の命令ですから、当然ご協力しますよ。しかし、これからどのようなものを捕まえに行くので。相手の人数は、規模によっては上に報告しなければなりません。相手はエルマイト旅団のとある分隊で、規模はオルモス港で活動しているアフマルの目とほぼ同程度だ。教令院内部の物資の盗難と転売に関与している。アフマルの目の規模って、ならば今回の行動は共同逮捕と行くべきかと思います。では一刻も早く報告し、砂漠での武装作戦における高い基準に従って人員を手配せよ。はい、今すぐ連絡いたしますので少々お待ちください。これは外部の者に対する態度だ。お前たちは仲間だからな。お前らよくのんきに世間話できるな。オイラはドキドキしっぱなしだぞ。怖くないのか。もしセノが大マハマトラの仕事を辞めてあいつらを裏切ったってことがここの衛兵たちにバレたら。それにたとえ今の衛兵が知らなくても上司にはもう知らされてるかもしれないぞ。覚えていないか。この件なら会議で議論しただろう。キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちはセノが大マハマトラで亡くなったことをまだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ。もし万が一のことがあったら。第一に、他のマハマトラはセノが教令院を出た理由を今も知らない。それはつまり教令院はこの件に関して何の声明も出していないということだ。第二に、今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時に大マハマトラの職に動きがあれば、まず疑念を招くだろう。だからセノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題、アーカー社の予測機能が俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば、未だに俺の行動が制限されていないのは不自然なくらいだ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ心配する必要はないと思う。覚えているか、最初君がアール村に来た時、行動やルートは全てアーカー社に演算され、グラマパラをさらった奴らに筒抜けだった。だが旅人と合流してから似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ。逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う。俺のデータがアーカー社に記録されているからだ。ああ、しかし問題の核心は、アーカー社はどこまで人を予測できるのかということだ。君は疑ったことがないのか。どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は全スメールを掌握しているから。教令院では人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。
記録されたデータを整理して深く分析することで、アーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと本当に誰でもそのように生きられるものだろうか。喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が等量であると保証できるか。情緒や観点は 100% コントロールできるものなのか。セノ、君はこれまで単独行動をとっていたから、君の考えに干渉できる人はいなかった。だから君に対するアーカー社の判断は、君の行動ロジックの原理とほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するのに慣れているし、果敢で芯がある。君がそうした性格だからこそ、アーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが君は今団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのか、アーカー社はまだ把握していないと思う。つまり俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に矛盾や対立が生じる可能性もある。しかしアーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても未来の君を予測することはできない。つまり固定のデータに支配される部分には限りがあるということだ。だから今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。はぁ、それ今後の会議では集中してくれ。わかったよ。警戒は怠らないようにな。あ、足音が聞こえてきたぞ。大マハマトラのセノ様、こんなところでお会いできるとは、お珍しいことです。大石境エリアの治安の責任者です。ルシェム・バーボとお呼びください。ああ、これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは彼の作業用の機械だ。機械。はじめまして。お会いできて光栄です。あなたの金色の髪は。先ほどの話だが、結論は深刻な事態ですので、もちろんあなた方に協力します。というより、あなたのようなお偉い方と一緒に任務を執行することは憧れと言った方がいいほどでして。建前はそこまでにしよう。ああ、はいはい。精鋭の正体を率いて俺と一緒に境の東側で隠密行動を行ってもらう。かしこまりました。地図は。早くしろ、地図を持ってこい。2日後、そこでラフマン率いる時と場所、分かったか。問題ありません。いいだろう、またその時に合流し。はい。オイラ、偉いってのもメリットがあるって気づいたぜ。みんながすごい敬意を持って話してくれるんだ。これらは全て教練員の絶対的な権威があってのものだ。そして今、俺たちはその巨大な権力機構に反旗を翻すんだぞ。ちゃんと準備をしろ。2日後には行動開始だ。そろそろ時間だな。
砂漠でセノと合流。ミオラさん、あ、誰かがもう着いたみたいだぞ。オイラたちも早く行こうぜ。待った。うわあ、セノ、お前も着いてたのか。忘れたのか。お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ、行こう。ダイマハマトラ様、助手様。お二方。早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。教令院に関する重大な事件ですから、必ず全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだ。だが、戦闘中も生け捕りにすることだけは忘れるな。転売ルートの鍵はそいつらの中にある。死んだら手がかりもついえる。承知しました。皆様、エルマイト旅団一行が西側から逃走接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって。旦那様たちは何をするつもりだい。刀だの槍だの、いい商売には見えないな。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートはすでに教令員の耳に入った。血が惜しいなら。お前は教令員のマハマトラか。世間話をしに来たわけじゃない。傭兵になってからこれほど温かく接してくれる奴はいなかったな。お礼に、野郎ども、奴らの血で我らの刀を染め上げろ。エルマイト旅団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。はっ、雨描きがたし歌よに痛がっちゃいね。終わりね。風よ。君ごとき僕を直視す。難攻不落天道、ここにあり。さい、股間奥義。この剣はわかるかい。かかれ、糸よ、交錯せよ。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵および関係者は全員。クソ、送信の犬が全員くたばれ。くたばるのはお前らの方だ。キングデシェルト様はお前らを呪い、絶対に黙れ。全員を縛り上げてキャラバン宿駅に連れ戻せ。数えて問題がなければ、大マハマトラ様の命令通り教令院まで送れ。はっ。それではセノ様、俺もこれで。もしまたご指示があるようでしたら。ああ、わかった。行っちゃったな。場所を変えよう。一連の作戦は成功したみたいだな。ああ、完璧にこなせた。やったぜ。ま、ラフマンへのパンチは痛そうだった気分ね。俺はこの後キャラバン宿駅に行って監視をする。約束しよう。必ずみんなを無事にスメールシティに送り込む。そうだぞ、お前がいてくれたから今回はうまくいった。まだ祝う時じゃない。今頃リシエがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに行ってやれ。ティナリを紹介してくれるのを待ってるはずだ。そういえば計画の
全貌をティナリに伝えなくて本当に良かったのか。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説得できるだろう。あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。助っ人を探すならティナリは最適だ。さあ次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。属性をミオラさん。ディシア、お待たせ。やっと来たか。私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか。それに待ってる間にあたりを5周ほどして酒を7本飲んで新しい服まで何着か変えたぞ。ごめん、そんなに待たせちゃってたとは。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくるんだからな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわばっちまった。さ、動け動け。早くやることやって終わらせよう。でもどこから始めるんだ。覚えてるか、私たちの仕事はファドゥイ執行官博士の状態を確認すること。リスクを排除しクラクサナリデビの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する強霊院を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら計画を完遂なんざ到底できない。本当にとんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手ごわそうな感じがするぞ。ああ、聞いただけで強霊院の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんだぜ。計画通り、まずはパルディスディアイに行ってレンジャー長のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によればティナリはまだ強霊院に信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して博士に関する最新の情報を突き止めようって説得するんだ。その後は手に入れた情報に従ってプランを調整しよう。今や壁内の至るところに賢者の目はあるからな。私はボディーガードとしてあんたと行動する。光栄に思えよ。私は簡単に雇えるようなボディーガードじゃないからな。傭兵は金しか見ないんじゃなかったか。それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ。払える額なのか。報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないからな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ。その方が私も安心できる。お、いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあパルディスディアイに出発だ。
させよう。旅人にパイモン、それとこんにちは。こいつはオイラたちの友達でリシア傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて何かそうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった、ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士。マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディス・ディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？うん、僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが？なるほど、だから教練員にいなかったのか。わかった、僕は君たちの質問に答えるし手助けもする。そして君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか？そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら話さなくてもいいよ。さて本題に入ろう。君たちの言う執行官博士が僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。ハイパシアだって？なんであいつが狙われるんだ？それに連れていくってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？うん、彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまりすぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディス・ディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が？ファデュイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか？何か言いたいことがあるんだろ？それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね？ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し回復の手助けをする。これでどうかな？ハイパシアはスメール出身で教練員の学者だ。今のところ
リスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで、僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより、自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。してるみたいだけど、自分から質問しておきながら僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石ころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で、心の中では常に人を見下しているんだ。ああ信じがたい話だ。でももしそれが本当なら、状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちにあまり危険なことはさせ、私たちが隠し事をしてるにもかかわらず情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ、僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、このすべての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近先生から何通も教令院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か怒ったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい、そう思ったんだろ。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよね。わかった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教令院は近頃
大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教練員を離れるよ。俺が長い間教練員からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるようガンダルバー村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教練員から来るあらゆる情報と要求にな。それにしても大マハマトラの君がそんなことを言うなんて思いもしなかったな。教練員への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教練員を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで、悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教練員の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後セノに会うなら伝えてくれる？自分の見たこと聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つときどの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ先に行くぞ。ティナリの話じゃ博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のためこっから追いかけよう。でもどこに行ったかもわからないのにどう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。いや、ああ方向は合ってる。痕跡は新しいが近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ私の予想通りだな。はっ、新天堂地。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ、私たちもオルモス港に向かおう。Thank you.
無事に見つけられたぜ。ちぃ、気づかれるだろ。港はファルイの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もなかったのに。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。里に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージネアに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれない。え、長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだがな。あと理由はわからないが、なんだか、顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃないですか。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。もうちょっと近づこう。物陰に隠れて奴を観察したい。ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか。さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか。さっきまでいた。港の衛兵たちはどこに行った。数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた。まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。え、どういうことだ。彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れていくね。早く行くぞ。パルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろう。上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない。大賢者ですらファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らん。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出た錆にならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。